にちは、みなとみらいです。今回はマインクラフトマーケットプレイスに出品した僕のワールド、サイバー東京を紹介していきます。自分のワールドをちゃんと完成させたこと自体ほとんどないので、道路も屋上も内装もちゃんとあることが逆に新鮮に感じます。制作開始してから1年以上かかってしまいましたが、ようやく出品することができました。マケプレでは再現がダメらしいので、近未来の東京をイメージしたオリジナルワールドにしています。ちなみに現在は1000コインを超える高額なコンテンツも多いマーケットプレイスですが、このワールドは160コインで購入可能で、しかも4つのスキンまでついてくるという異常なほどお得なパックになってます。ワールドでここまで安価なものは本当に希少ですよ。まずワールドにはいると目の前に看板とレバーがあります。統合版から無理やり Java 版のワールドに変換したワールドで撮影してるので、若干実物とは違うんですが、実際はクリエイティブとしてスポーンと書いていたはずです。とりあえず両方オンにしてみましょう。スポーンした場所は秋谷川駅前交差点、なんとなく見覚えがある場所ですね。一応再現ではないんですが、かなり現実の秋葉原に寄せて作りました。もともとは後から修正を求められる前提でかなり寄せて作ってたんですが、このくらいなら全然大丈夫らしいです。それなら他の地域ももっと実物に寄せても良かったかもなと思いますね。そこから少し北に進むと新月というエリアに入ります。ここが一応新宿なんですが、一部新宿にある建物の形状を模しているということと、新宿警察署裏交差点風の交差点があることくらいしか新宿要素はないです。それと八橋電機の本社ビルがありますね。西側にあるノリーサーバータワーも特徴的です。思いっきり某ゲーム機を意識したデザインなんですが、特に何も言われませんでした。そういえば新宿の損保ジャパン本社ビルと某ゲームハードの形が似てるみたいなニュースがありましたね。この建物を作った理由もそこからだった気がします。八橋電機本社ビルのふもとにある飲食店街、ここが新月ネザライト街です。新宿ゴールデン街や思い出横丁などを意識した地域で、小さな建物が多く密集している地域ですね。何気にこういうのを作る時が一番面倒くさかったりします。高層建築と違い、一度に広い範囲を埋めることができない上、一棟一棟細かい装飾までしっかり作らなければいけないので、最後まで放置してなかなか作業が進まなかったエリアです。ちなみにこの辺りの高架下にちょっとした隠れ家があるので、よければ探してみてください。そこから少し南に進むと、かつて大阪の新世界にあったズボラ屋の看板のような何かがあります。この辺りは一部新世界を意識して作った建物もあるんですが、五反田なども混ざっていて、結果的にどこにもあまり似てない地域になりました。ちなみにこの辺り一帯は五瀬田と呼ばれています。先ほど紹介した新月区の真隣にあるのが八重橋区、ここが都心です。名前はかつて東京市に存在した日本橋区や京橋区などになぞらえたものです。ここにある高層建築の一つに、マクロアプリケーションジャパンの本社ビルがあります。マインクラフトを買収した我々にも馴染み深い会社の日本法人のような気もしないでもないですが、多分違うと思います。とりあえずクリーパーでも放って嫌がらせしておきましょう。八重橋で一番目立つ建物はこの東京セントラルフォレストですね。これは港区内にあるいくつかの建物を合成したような建物で、名称からも某社のパロディであることがお分かりいただけるかと思います。個人的には屋上のデザインが特にお気に入りです。都心のど真ん中にある神社、名称は特に考えてないですが、これど室町の麓にある福徳神社から着想を得たものです。高層建築と神社の組み合わせって意外と合いますよね。こちらの建物は東京証券取引所のような何かです。結構小さいし割と目立たない場所にあるので、気づかない方も多いかもしれません。現実の東証もそんなに目立つ建物でもないので、これはこれでありかもしれません。中も雰囲気くらいは作ってあります。八重橋の北部には庭園のような何かがあります。名前は特に考えてなかったんですが、名付けるとしたら八重橋恩師庭園とかでしょうか。大量の草木と謎の池、銀閣寺のような何か、雰囲気を出すためだけに置かれた大量の鳥居など、とにかく全てが曖昧ですが雰囲気は悪くないです。ベンチとかも置いておけばよかったかもしれないですね。その南にあるのがザクロという地域です。ここは住宅街であまり紹介するものがないのでさらっと紹介します。建設現場、シュガーバックスコーヒー、みなとみらい不動産ザクロ支店、稲穂銀行、どこに繋がるのかわからない橋の建設現場、謎の埋め立て地、いろんなマンション、ほとんどの建物はちゃんと入れるようになってるので、この辺りの適当なマンションをセーフハウスとして使ってもいいかもしれません。言わずもがな天井が低いですが、そしてそんなザクロの東にあるのが荒池という地域です。この辺りはかなり治安が悪く、完全に崩壊してしまっている建物もあります。なんでこうなってしまったんでしょうか。こちらは廃墟となった遊園地、半分近くが海に沈んでしまい、そのまま放置されています。本当はこの先も全部陸地だったのかもしれませんね。荒池区の広範囲を占めるのがこの荒池団地、夜な夜な誰かしらのうめき声が聞こえてくるという噂がありますが、荒池区の中ではまだ安全な地域のようです。ワールドの北東には小さな島があるんですが、この島の大部分は渋谷や原宿、表参道などがモチーフの塩屋という地域です。元となった渋谷は海にも川にも面してなかったと記憶してますが、ここは四方八方が海や川に囲まれていますね。
ここがそんな塩屋の中心、スクランブル交差点です。いろんな地域を混ぜすぎた感じもしますが、わずかに渋谷っぽさも残ってますね。こちらは野宿駅跡地、かつての原宿駅がモチーフとなってます。目立たない場所にあるので、普通に歩いててもなかなか気づかないかもしれないですね。こちらはマルキューっぽい商業施設。ここまで実物に寄せても案外審査通るものなんですね。逆にどこからがダメなのかよくわからないし、一度実在する都市をほぼそのまま再現して審査に出してみたい気もします。まあまず企画が通らない可能性が高いと思いますが、ちなみに隣にある建物は表参道ヒルズのようなそうでないような感じの建物です。僕が個人的に塩屋で一番好きな景色は、この川沿いの桜が植えられてる場所から見た八重橋方面の景色です。この景色は道頓堀あたりを意識していて、川の向こう側に広告があるという構図は結構近いですね。この辺りは観光客も多く、有名なスポットの一つになってます。謎の東京モニュメントもありますね。ちなみにこの川が八重川で、この橋が八重橋です。塩屋の西側にはコンテナターミナルがあります。本当にただのコンテナターミナルなので、特に説明することがないです。確か土地が余ったので無理やりくっつけただけの場所だった記憶があります。大まかな説明は以上です。作ったのが前すぎて自分でも忘れてる小ネタなんかもあったりするので、ぜひ皆さんも探索してみてください。今回紹介したワールドは、統合版のマインクラフトマーケットプレイスにて販売中です。マケプレには他にも様々なコンテンツがあり、無料のものも多くあるため、ぜひ一度覗いてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。